はい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 、全国夏は南房総だぜい、夏休みだぜいっていう人の皆さん、人の皆さんよくわかんないけど、今日は南房総の千倉にある親父を訪ねてるぜ、親父だぜ。はい、ということで、毎週水曜日から24時間オンエア中の南房総オンダラインパーソナリティのシナピーです。よろしくお願いします。はい、今日の、収録場所、南房総市の千倉町ですね。まあ合併する前は千倉町の、隔てというね、まあ港が、漁港がすぐ近くなんですけどね、隔てにございます、銀鱗荘ことぶきさんに来て収録をしています。エアコンが効いてます。間接照明が素敵です。はい、そんなラジオなのに、資格の説明をしてもしょうがない。今日のゲスト、こちら銀鱗荘ことぶきの、旦那様、まあ今日は親父と呼んでいいところになってますの、セイミヤノブヒデさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、なんかちょっと真面目感漂ってますね。いつもなんかこう、なんかちょっとフランクな感じなんですけど、今日はなんかちょっと緊張感が最初漂っているですけど、まあそのうちね、こなれてくると思いますけれども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、こちらの、銀鱗荘ことぶきさん、結構、あれですか、歴史長い。そうですね、元は、うん、寿司屋。寿司屋でした、ちっちゃな寿司屋、はい、漁師町にある、うん、寿司屋でした。それは、うんうん、まあ、戦後すぐぐらいから始まってますんで、もう70年近い、はいはい、キャリアがあるんです。70年、そうですね、長いっすね。長いですね。生まれてないっすね。もちろん長いっすね、はい。それからですね、私の父親が旅館銀鱗荘ことぶきっていうのを始めました、うん、それが昭和55年、1980年ですね。この建物ができたのがですね、はいはい、36年前ですか、うん、はいはい。で、まあ、現在に至ってます。ってことは寿司屋さんからの旅館。そうですね、寿司屋が始めた旅館という、はいはいはい、感じです。確かにそうですね。ホームページなどを拝見すると、こう旅館というか、こうやっぱ寿司というかお料理をすごく、はい、そうですね、クローズアップしてる、はい、あれですか、写真の中にこう寿司握ってるの、あれはもちろん私です。もちろん私です。もちろん私ですね。じゃああれですね、結構、お料理にも力を入れた旅館ということで。そうですね、はい。まあ、歴史の長い、旅館ということなんですけど。ね、こんな綺麗な、今日は、ここは、あれですか、なんとかダイニングって書いてありましたけども。そうですね、お食事どころって、ね、お食事どころ。はい、はい。あんまないですよね、この旅館にこう、お食事どころがこう、別というか。なんつうのかな、お店みたいな感覚でここにあると思うんですけど、やっぱりそこはこう旅館と、まあ、寿司屋というかお食事どころを切り分けたような形ですかね。そうですね、うん、まあ、お部屋にお食事をお家は出さないんで、うん、あ、なるほど、はいはい、ここでお出しするという、はいはい、食事どころで召し上がっていただくというスタイルなので、はい、まあ、デザイナーさん入れてちょっとこじゃれた感じの、そうそう、いや、 こじゃれたじゃなくて、うん、かなりしゃれてますけどね。ありがとうございます。はい、はい、そんな、銀鱗荘ことぶきさんの、親父さんです、はい、あります、信秀さんのお話を少し伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、この番組は NPO 法人南房総 IT 推進協議会がお送りしてます。はい、今日は千倉にあります銀鱗荘ことぶきさんで収録をさせていただいておりますが、ゲストの、セイミヤノブヒデさん、まあどうしましょうかね、今日はノブさんでいきますか。何でも何でも、じゃあノブさんですね。はい、まあこちらで生まれ育ったってことで、やっぱ地元は千倉。千倉ですね、ずっと千倉で、はいはい、ずっと千倉ですね、はい、やっぱこのあれですか、海沿いっていう、まあ、港も近いですし、で育つと割と子供の時もこう
海海外で。そうですね、海の遊びばっかりですよね、うん、この辺ね漁師町だから、まあ、昔からこの町並みはそんなにこう変わんないですね。変わんないで、こう細い道をこう、そうですね、降りていく感じですよね。そうですね、大体こうこういう港が近い、ところで育つと大体あれですか、もう港のこの赤灯台のとこからこう飛び降りるとか、まあ、潜って、まあ、今はいけないけどなんか撮ったりとか。そうですね、まあ、そういうのしたり、したり、はい、あとはサーフィンとかね。え、サーフィン、あれノーさんサーフィン、あのえボディーサーフィンね。あ、板使わないやつ。板使わないやつね。あ、レンタルすると板なくてもこうずいっとこうの、そうそう、乗れるやつ、乗っちゃうやつですね。まあ、確かにこうね体格が大きいと、まあ、できる技かもしれませんけど。そうですね、うん、はい、でやっぱり昔、子供の頃からこう、まあ、お寿司屋さんというか、まあ、こういう旅館で、生まれてるから食べ物もそういう、寿司は食べるか分かんないですけど、そういうあの新鮮な海の幸を食べることが多かったのかどうかっていう、ね、これがね、あのよくある寿司あるあるとか魚屋あるあるで、あ、はい、嫌いなんですよね、ちっちゃい頃はね。嫌い、大嫌いですよね。あ、いますね、ケーキ屋さんでケーキが嫌いとか、うん、牧場で牛乳嫌いとかね。そう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 、もう鼻についちゃってるんですよねきっとね。あ、もう慣れちゃってるとか、もう常にそのあの雰囲気というか、香りの中で生きている感じ。そうそうそう、そうするともう、あとほら、うん、親がそういう匂いがしたりするじゃないですか。ああ、しますね、魚をね、おろしたり。魚の匂いとか、うん。だからね、嫌いなんですよね、結構ね。子供の頃は。でも、子供の頃嫌い。でも、だんだんそれはなんか。それがだから、あの、都会に出て、うん、魚のうまさを知るみたいなね。やっと気づく。やっと気づくんですよね。これの、この香りは、うん、むしろ、新鮮な方だぞと。そう、そんな感じですよね。が、出てくると、うん。そうですね。はい。で、そんな、まあ、あの、子供、っていうか、育ちをして、で、高校は、あの、あれですよね、空澄み渡る鏡ヶ浦の高校ですよね。一応そうでしたね。はい。まあ、一応。席を汚してましたけど。え、汚してたんですか当時。完全に真っ黒に汚してました。そうでしたか。真っ黒。まあね、紫がね、あの、スクールカラーですけど、真っ黒にしていただいて。真っ黒にそうですね、しちゃってましたね。じゃあ、あの、あれ、部活とかは何部だったんですか？部活はですね、鳴り物入りで、一応、こう見えても昔はすごく細かったんで、お鳴り物入りでバレーボール部に入ったんですよ。バレー部？バレー部、はい。イメージなんですよ、まず、イメージとしてはこう、柔道部とかね。そうですね、今の体格で、柔道部とかね、野球部とかね、うん、こうちょっとどっちかっていうとこうアウトドア、スポーツ系かなと思ったらバレーボール、バレー部だったの。中学生の時にちょっと上手で本当に。え、でもその時から身長は、身長は結構あったんですよね、うん、今と変わらないぐらいあったので、はいはい、あのセッターだったんですよ。あ、大型セッターじゃないですか当時ね。流行りですね。もう今でこそなんか普通になってます、うん、大型セッター、大型セッター、スパイクも打てるぜ、スパイクも打てるぜみたいな。そうなんですよ。 それで鳴り物入りで、鳴り物入りでバレー入ったんですよ。鳴り物入りで、セイミア、まあ今ちょっと流行ってますけどね、うん、野球の方でもなんか清宮ですね、読み方が違いますけどね。そうですね、はい、そうなんです。それで鳴り物入りでこう高校に入り、こう入ってまあ1年ぐらいはまあ一生懸命やったんですけど、あ、バレーボール、バレーボールを、はい、ね、対外試合とかして、はい、全くかなわない。こっちはもう血吐くほど練習してるのに。血吐く、本当に血吐くんですか？本当にすごい厳しいクラブだったので、まあ、本当にきつくて、こんな練習してて、片や対戦チームは部室でタバコ吸ってるような、うん、そんな時代だったんですね。そんなやつらにね、負けちゃう、負けちゃう。しかも5点ぐらいしか取らない。当時15点制でバレーボール、はいはい、15対5ぐらいで負けると、そのセットが終わるとコーチにパイプして殴られたりしてこれ今言っていいのかな。いいんですね、もう時効だからね。いや、もう普通、あ、すいません、普通僕らの時代も、まあ、これも時効だと思うんですけど、普通ですよ。パイプイスはほらインドアスポーツだから、アウトドアだともう
そういうものがないんで、もうグーかスパイクだけじゃないですけどもね、まあ、バットで頭は殴らないですけど、まあ、お尻のあたりをね、ちょっと、まあ、そんな、うん、時代でしたよね。時代でしたね、うん、でそこでですね、はい、衝撃的なバレー部の先輩に、うん、X ジャパンのトシがいたんですよ。そうだ、トシはバレー部だったんだ。そう、僕の一個上で。ヨシキは？ヨシキは何も部活はしてない。ああ、そうですね。でいた。いたんですよ。あのちょっと顎が少し出てる感じの。そうですね。はいはい、背がちっちゃくて、なんで、そうなんですか、なんでバレー部にいるのっていうぐらい背がちっちゃかったんですよ、うん、当時。で、あの、うん、もちろん補欠で、はい、あのピンチを作るピンチサーバーって、ね。本当はチャンスを作るためにさあピンチサーバーで呼ばれるのに余計ピンチになっちゃうというピンチサーバーそれ、ピンチを作るピンチサーバーってどういう状況ですか。当然あの入らないんですか。そうですね、あの流れを変えるのにピンチサーバーって出るんですけど、ありますね、悪い流れにしちゃうあそういう面白いですね。ピンチを作るピンチサーバー、ピンチを作るピンチサーバー、普通はチャンスをこうね、あの少し流れをこっちに引き寄せるためなのに。そうなんですよ。あ、まあね、そんな時代があっても今は世界に羽ばたくというね、世界に羽ばたくありますけどね。そうですね、はいはい、そんなね、まあ、バレーボールで、まあ、高校時代、まあ、過ごしたというんですけど、このあとあれですか、やっぱ進学はしてみた。してみましたね、遊びたかったからね。あそっちかでもほら受験してますよね。まさかバレーボールでいたわけじゃないですよね。バレーボールは1年で、一応引退したんです、ね、まあ、膝を壊しちゃいまして、とてもできる状態じゃなくなっちゃったので、はい、まあ、やめさせていただいて、はいはい、そこから受験勉強、そこからですね、いやここでは言えないような、そうですね、ブラックな感じで、はい、行って、はい、で最後茶道部、茶道部入ったんですよ。それはあれですか、将来ここを継ごうと思ってて茶道部とかそれ関係なくて、卒業アルバムに何かの部活で乗りたかったからそうですね、確かに、あ、茶道部ってお菓子が食べられるみたいな、そんななんかあとね、あるあるがあったんですけど、茶道お湯沸かすんで、はい、ガス台があったんですよね、はいはい、あのガスの、はいはい、ちっちゃなコンロが、はい、今のは大丈夫でしょうか。カットですねけどね、ええ、はい、まあね、茶道部ね、そんな茶道部だった、茶道部最終的には最終茶道部上がりです、うん、はい、はい、でまあ遊びたいから大学に入り、はい、まあいろんな遊びしたんでしょうね。そうですね、まあ大体基本あれですかね、まあ酒を飲みみたいな。そうですね、そんな感じの遊びですよね。あとまあ女子たちと遊びみたいなね。それはね、あんまりしなかったんですよね。意外と。そうなんですよ。大学では一応、まあ、遊びたいから行ったんでしょうけど、なんかこう、何学部とか。それ忘れましたか、もう。忘れちゃった。何部だ。そこは、高校の時よりさらに、ブラックな感じで席を汚してしまったので、席がなかったことになってる。いや、一応卒業しました。卒業しました、ね、はい。一応卒業したんですけどね。はい、まあ、それでその大学時代、まあ、4年間で卒業したということですが、まあ、その後何かやっぱり、まさか大学院には行ってないと思うんですけれども。そうですね、旅行会社に勤めたんです。お、なんかちょっと違う雰囲気ですね。旅行会社、まあ、旅館やってたの先代の親父が、そういう、こう営業板前の勉強はいつでもできるから、若いうちにそういう喋る人と営業するみたいな、そっちの勉強しておいた方がいいんじゃないのかっていうような勧めもあって、でまあじゃあ営業職っていうのをやってみようかなっていうの でまあ旅行会社、旅館ですからね、将来的にはお客さん送ってみたいな。そうですね、そういうコネクションも作っておくという前提もありますけど、みたいな感じで一応2年半ぐらいお世話になったんですよね、はい、旅行会社。旅行会社のまあ営業っていうとどういう、どっか、回るとしたら何、そういう旅館さんとかホテルとかそういうのを回るんですか。じゃなくて単純にお客さん、受ける方ですね。そうですね、お客さんを見つけて、会社さんとか、当時まだ景気良かったので、はい、
そういう建設会社さんとか病院とか警察とか、まあ、そういろんな団体旅行をやってくれる人を探して、ね、うんうん、営業して取ってそれを天井一緒に天井してみたいな。あ、天井もしたんですか。全部天井までやるんですよ。じゃあやっぱそこで喋らなきゃいけないし。そうなんです。宴会では一発芸もやらないといけないし。一発芸もなんかいっぱいありそうですもんね。そうでもない。昔はね、なんかいろいろやってましたね。いろいろやっていた。やってましたね。まあね、いろいろやってた、一部を、まあ、今でも生かされてるかなっていう部分は後で聞くんですけどもね。はい、そんなノブさんが、まあ、旅行会社、その後はこうあれですか、板前の。そうだ、帰ってきて、それからまあ、親父が体調崩しちゃったりしたので、うんうん、帰ってこざるを得なくなったような感じで、はい、帰ってきて、でこっち帰ってきて、まあ、料理の勉強をしだす。なるほど、はいはい、そんな料理の勉強の話をこの後伺いたいと思います。はい、ということで今日は、ちくらの銀鱗荘ことぶきさんに来ていますけれども、まあね、旅行代理店、旅行会社お勤めをして、まあ家のご事情で帰ってきて、まあね、もともとお寿司屋さんから、まあ、旅館ということなんですけども、料理の勉強、じゃあその何歳、おいくつぐらいですか。20ですから4ぐらいの時から始めたんですかね。まあまだね、若いからいろいろ吸収はし放題だと思うんですけど、料理の勉強、じゃあどういう、具体的にはどこかに。そうですね、まあ、よその、この近くにあったちょっと有名な、うん、板前さんがいるところに通いで行かせていただいたり。あ、そうか、通い、あ、そうか、通いができますもんね。そうですね、うん、で、ほら、料理って料理、料理の職人さんってこういろいろ下積みがありみたいな、焼き方なんとかみたいな、花板とかあるじゃないですか。そういうのはこう、なんかこう、そういうカースト制度みたいなものあったんですか。それがね、全くない。僕あんまり経験してないんですよね。あ、いきなり飛び級。そうですね、飛び級ですね。飛び級で、ね、なんか、はい、そんな感じで、まあ、ブラックでなくて飛び級で。飛び級で、はい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 、でその期間、まあ、どうですか、3年ぐらい、もうそんな、どのぐらいですか。そのよそのお店に行ったのは半年かな。でもうちにももちろん板前さんも当時は2人も3人もいましたんで、まあその人に教わりながらとかなんだかんだって言って、まあだから本当に修行と言われる修行みたいなものはその半年かな。あとはまあ実践で自分家でやりながら、その当時いた板長に見てもらったりとか。なるほど、そうかそうかっていう感じですかね。この銀鱗荘ことぶきさんにも、まあ、当然職人さんがいるから、そこでこういろいろ教わって、まあ、ここならではの、やり方もあるでしょうからね。そっからあれですね、いつからこうこちらの社長というか親父になったんですか。親父になったのは帰ってきてすぐですね。帰ってきてすぐ、一応親父なんだけど、親父出向してたんですね。親父もそうですね。出向して、修行して、はい。で、戻ってきたってことですね。そうですね。はい。で、自分にこう、あれですかね、経営が変わって、何か、自分の中でこう、これは、俺の色としてやりたいと、そういうのあったんですか。そうですね。まあ、当時は、まだまだ、この田舎も景気良くて、すごく宴会需要がたくさんあった時代ですね。皆さんがよくお酒を飲んでいた時代だったので、うちもどっちかっていうとお泊まりさんっていうよりは、うん、地元の方の宴会で、の売り上げがもうほとんどを占めるような、うん、宿屋っていうよりは宴会屋みたいな感じだったんですね。やはりこう食べ物料理というかそちらの方でこう塩を置いてやっていたという時代ですかね。まあ料理
ていうよりもそのまあ雰囲気とか、雰囲気ですよね、そんな感じで、うん、まあ、料理は本当に忙しかったから、うん、そんなに細かく作っている時間もなかったんですよね。うんうんうん、まあね、自分がやりだしたらこうお泊まりさんもたくさん欲しいし、せっかく部屋があるのに、そうですね、そのね、稼働率上げてみたいな、うん、お泊りに力を得たいなという、ゆっくりした料理を作ってですね、うん、いいものを作ってみたいな風にはずっと思ってたんですよね。はい、なるほど。まあこれだけ、まあ、雰囲気が良いことや、まあそういう美味しい、料理、そして、キャラの濃い親父がいてみたいなね。あ、でもあれですか、こう料理さすがに板板立ってる時はキャラクターはあんま変わんないんですか。こうなんかこう話しかけらんねえオーラとかそういうのはない。もちろんもちろん、もうみんなもう私が調理場入るとピーンとしますよ。やっぱするんすか。そうですそうですそうです。もうこういうこう感じなくて、やっぱ入るとちょっと違う。もうちょっと違いますね。みんなピリッとしますよ、私が入ると。板場につけば さすがっすね。はい、まあね、そうピリッとした、そうです、のぶさんのこのピリッとした感じはなかなかね、こう見る機会が僕の中ではないんですけども、まあ唯一は、唯一というかあるとなるとあれですね、包丁式の、ああ、はいはいはい、まあ写真を何回か撮らせてもらったことあるんですけど、全然こうなんていうのかな、それが多分その板場というかこの料理の、敷居をまたいだ時の表情だと思うんですけどね。 あのエコエボシをこうかぶって悪大官みたいですよね。悪大官はあんな格好しないと思いますけどね。そうですね、はい、そんな、ね、包丁式の話を、少し伺いたいなと思います。南房総オンライン。はい、この番組は NPO 法人南房総 IT 推進協会をお送りしています。はさい、あーなんだ、料理包丁式、まああれですよね、料理の神様が祀られている神社が、まあ、ちくらにはあるので、まあその辺の、まあ、儀式というか昔からのあると思うんですけど、まあ包丁式これ昔からこういうのはやられてたんでしょうかね。そうですね、あのもう本当に歴史は古くて、うん、あの織田信長だったり、豊臣秀吉なんかも大好きで、あ、そうなんですか。出陣前とかにこうケーキ漬けに包丁式やって、うん、宴会やって、それから出陣するみたいな。そうか、結構歴史がなんかこう我々のこうなんでしょうね、目に見えるというかやってるっていうのが広まっ、この地域でも広まってきたのは本当にまだあの我々が高校生とかの時はあまりこう聞かなかった。でも今すごくこう皆さんが知っていると思うんですけども、このそもそもこの包丁式っていうのは、ほらあの包丁の字じゃないじゃないですか、よくある包むに丁じゃなくて、その包むがちょっと少しむず、あのなんかブッシュがくっついて包丁式になってると思うんですけど、包丁式どういう流れで、そもそもどういう式なんでしょうか、儀式なんでしょうか。包丁式というのはあの何ですかね、食材を使って、うんうん、そのまあ、式台というのがあるんですけど、はい、何のためにその儀式をやるかっていう式台に沿って形を作るっていうんですかね、食材で形を作って神様にお供えをするというような儀式ですかね。一切あれですよね、手でお触らないで。そうですね、包丁と箸だけ。そうですね、ですね、はい。でまあ、よく見るのはこうお魚をさばいているところが多いんですけども、はい、あれはやはりその、まあ、その織田信長とか戦国時代に遡ると、まあ、景気づけと言いましょうか、出陣の前っていうのがあるんですけども、今こう定期的にやってると思うんですけども、それはこうなんかどんなタイミングでやってるとか。ですね、私たちはあの高部包丁会と言いまして、はい、あのこの南房総の、はい、宿屋だったり料理屋の主人でやってる仲間なんですけど、それはあの2月と5月に私たちはあの高部神社で儀式を行ってます。2月と5月、はいはい、あとは10月と11月にはまた違うあの
四条流、石井派の方だったり、はい、四条新流の方だったり、うん、という方がわざわざ東京の方からお越しになってやってらっしゃいますね、はい、それはもう昔からそうですけど、うん、はい、はい、こうまあその包丁式に、でこうメインの当主というんですか、はい、刀の主が当主なんですけど、こう何人か今いらっしゃいますけど、これはどういう選抜なんですか、ね、なんかオーディションがあるんですか。いやいや、私たちの師匠青木邦夫というのが、はい、四条流の石派 の、 あのお免状を持ってます、はいはい、でその青木先生、青木、さんから、まあ、やっていいよという承認をいただいて、うん、投手を務めてるんですけども、はい、特に選抜基準とかなく、まあ、もうそろそろ経験も積んで、その前にいろんなこの前飾りといってお魚を、はい、うん、用意したりまな板を拭いたりするような、あります、ね、それを、まあ、あります、何年かやってきたので、うん、じゃあそろそろ投手やってみなさいということで、うんうんうん、まあ、教わってやらせていただいているというところですかね。なるほど。そうですね、今ノブさんもそうだし、マサイモンさん、堀江さん、あとうちの近所でいうと新宮の長島くんとか、おー、なかなかこうどっちかというと世代がこの、まあ、お師匠 の、 青木さんとこう全然こう若い感じで来てますけども、こうなんですかね、練習、稽古、練習っていうのはやはり当然その青木先生とか師匠から教わってやると思うんですけど、ね、ただ料理をするわけではないから、あの辺どういうこうお勉強というか修行というかされるんですかね。まあ、神事、神様に仕える、うん、ことなので、はい、その歩き方一つ、うんうん、橋の持ち方一つ、うん、全部そのお作法がありますんで、なるほど、それを教わって始まっていくというんですかね。そうですね、作法、まあ、当然その前の、当主になる前のその何年間の間でいろいろそういう作法とか、神事の内容をこう覚えていったり身につけていくと思うんですけど、どうですかね、あれやっぱ緊張するんですよね、当たり前ですけど。あ、そうしないですか。しますよ。だってあんだけ人がバーっていて、しかもこう包丁と箸で触んないで魚ということタイとかさばくわけですよね。あれも練習するんですよね。もちろんします、します、します。タイで練習するんですか。いろいろですよ、骨格がみんな違うから、まあいろいろ作法、主査が違うと思うんですけども、はいはい、この5月にはアワビでやったんですよ。大きな1キロ以上超える黒アワビで、まあ毎年最近はやってるんですけど、うん、はい、そのアワビの時は一杯1万円以上しますからね。おお、しかなら2万円以上でしょうね。それを練習でバンバン使うわけにはいかないので。それはいけないですね。こんにゃくです。ああ、やっぱこう感覚、なんていうんですかね、こう触った感じが近いっていうか、柔らかい重さというか、ね、でも全然アワビの方が切りづらいですけどね、やっぱり。うん、でもまあ生きたままじゃないですよね、アワビは。まあ、こんにゃくは生きてないですけどね。アワビは一応こう少し眠っちゃって、もう生きてはいない感じですかね。ノーコメントです。ノーコメント、はい、はい、神事なので大事です、そこはね。そうです、はい。じゃあ、あれアワビこう外すとこからこう、それもノーコメントなんですか。ノーコメントです。はい、まあ通常ね、調理場で、さばくのとはまたわけ違うんですけど、これは何でしょうね、こうタイだったりいろんな、まあ先ほどアワビだったり言いますけど、これはなんかこうわけというか理由は特に、理由は特にないですね、はい、はい、一般的に包丁式で一番高級と言われているのは鯉ですね。あ、鯉、鯉、鯉の鱗の数が、はい、頭から尾っぽまで36枚、うん、青木さんの受け売りなんですけど。いや、いいんですよ別に、受け継いでるから。36枚並んでるらしいんですよ、はいはい、でその36通り包丁式の儀式はあると。おお、36通りある。そうなんですって。36通り、じゃあそれ覚えるっていうかできない
それが一つ一つ、そうですね、一つ一つに免状がありますので、一つの技について一枚ずつ免状が必要なんですよ。そうなんですか。だからまあ大変なもんですよね。そうか、コイ、そうか、コイを、コイってすみません、あの生で食べられるんですか。生であんまり食べない。ノーコメント。まああの洗いにして、洗いにして、洗いにして、はいはい。そうですね。そんなまあ包丁式の、今度いつですか。決まってない。今度10月。10月はそうですね。だから私たちじゃなくて、まあ、そうですね。はい。まあいろんなところで出張、出張包丁式みたいな。出張包丁式やってます。まだ予約は入っていないというか、ね、先週末、うん、うちでやりました。え、ことぶきさんでやった、うん、はい、あ、団体さんの前で。ああ、はい、そういうのもやってる感じですね。まあ神事っぽくですね。神事ではないので、ぽくね、ぽくやってるっていう感じですね。はい、はいはい、ね、結構その料理の神様ですね、高部神社。割とあれですかね、そういう料理人の方はお前に来るんすごく来てらっしゃいますよ。あ、そうですか。はい、はい、ね、ちくらのあのなんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんだろう、詳しくはウェブで、はい、調べてください。高い、高い低いの高いに家とかで、これ高部と言いますけどね。はい、そんな包丁式の、お話を伺いましょう。ちょっとここで南房総にゆかりのある、アーティストの曲で、一息入れたいと思います。南房総オンライン。はい、ということで、立山のシンガーソングライター網代義明さんの空でございます。どうぞ。青い空ってとても不思議さ、涙なんか飛ばしてしまう、心にときめきくれる空よ、とても大事な友達だね。青い空の下、この夢を守りたいよ。夢があるから
花々は風に揺れる。アジュレヨシアキさんの空でした。毎週水曜日から24時間、垂れ流し中の南房総オンデライン、今日は、チクラにありますギニーソコトブキさんで収録をしています。ゲストは親父のノブさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあね、校長式の話とか来ましたけど、まあそもそもあれですよね、私とこうノブさんのこの接点というか最初の濃くなったというか、あれですね、チクラであるね、謎じゃないの、秘密の会がね、あって、魚拓荘鈴木屋さんってね、なんかちょっと、あれ、そもそも銀鱗荘ってなんで銀鱗荘なんですか。銀鱗っていうのは、ガマカツの釣り針とかにもあるんですけど、銀の鱗っていうのは、はいはい、魚が新しいとか新鮮だっていう意味なんですよね。なるほど、はい、確かになんか聞こえがなんかちょっと新鮮な、うん、銀の鱗ですもんね、はい、あ、だから銀鱗荘ですね。魚拓荘さんは魚拓があると、そうですね、確かに魚拓飾ってありますよね、はいはい、その魚拓荘鈴木屋さん、まあ、この近くにあるんですけど、まあ、そちらでねこう定期的に、開催されている、なんていう会ですか。なんて昔はワインを楽しむ会とか言ってたりしたんですけど、今ただワイン会とか言ってますね。そうですね、ワイン会、チクラのワイン会、なんか各所で、まあ、どっちが先だかわかんないですけど、各所で立山のとか白浜のとか言ってる。そうですね、まあ、はい、元祖というか、はい、ワイン会ですよね、はい、結構今40人とかそのぐらい、も下手すもっともっと来ますよね。そうですね、あの鈴木屋さんの床が抜けねえかぐらいの勢い結構人来ますよね。そうですね、あれはですか、最初の創世期からメンバーで、そうですね、前はチクラの酒屋さんで青木屋さんってワインで有名な酒屋さんと私が二人で始めたんですよ。一番言い出しっぺじゃないですか。そうです、そうです、おすごいっす、ね、そうです、そうです、で始めた、はいはい、それはやっぱご自身でこうワインがやはりまあ青木屋さんがね、うん、僕の後輩でしなちゃんの先輩なんですけど、はいはいはい、まあ近所なんで、まあでワインを力を入れていきたいみたいな、うん、力で当時はまあワインなんてってぐらい全然売れなかったみたいなんだけど、彼がその一生懸命ワインアドバイザーの資格を取ってもうこれからワインを売っていきたいんですみたいなことがあったんで、よし、じゃあ一丁一肌脱いでやるかなんて言いながら、私もそのワインに合う料理なんてなかなか想像もつかない中で、まあ自分も勉強しようっていうのもあったんで、じゃあ二人でやってみようかみたいにして、その当時はですね、チクラの公民館とかね、どっちだ、北浅井の方ですね、北浅井の、今もう更地になっちゃいましたけど、あそこ借りたりとか、まあうちでもよくやってましたけどとかって言って、でそのうち魚拓荘の鈴木屋 の社長のたけしさんに声かけて、うん、やらないみたいにして、であと今のワイン会を主催していらっしゃる山須商店の、はい、ヒデさん に、うん、に声かけてみたいな、で4人でじゃあやっていこうかみたいな風にしていただいたんですよね、うん、あれから何ですか。それがもう何年前なんでしょうかね、20年じゃ聞かないんじゃないかな、そんなに、そう、20年は、じゃあこちらに戻ってこられて
そんな経ってないぐらいからですか。そうです、その後すぐ和彦も帰って、青木屋さん帰ってきて、帰ってきてすぐぐらいからもうじゃあやろうかみたいにしてやってたんで、もう結構長いです、ね、そんな歴史があるとは。そうです、ね、もう本当に私なんてまだ3年とか4年とかそのぐらいなんでそうですかね、長え20年。でもまあそのまあいろいろあって、まあいろ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 あって土地を休んでた時期もあるんですけどね、うん、はい、はい、そんなね、まあワイン会で、まあ出会ってからのまあお付き合いをさせてもらってますけど、あれですよね、ワインあのこうこだわりというか、なんかこういろいろ教わったんです、この要は空気に触れさすと香りがね変わったりとか、それを楽しむ、そうですよね、はい、どうしてもね最近そのあの良さというか分かったのが、あれやってると、まあ、当然いろんなこうワインの変化が楽しめるし、まあ、食べ物とのこのタイミングあのマリアージュもあるけれども、何を隠そう酔いが遅いっていうのが分かってうん、あれ酔いが、前みたいにガバガバこうなんかこうジュースみたいに飲んでいるんじゃなくて、ちゃんといっぱいいっぱいこういっぱいいっぱい一口一口を大事にね飲むとなかなか楽しいですけど、いやあそこまでこうなんかいろんなこの表現あるじゃないですか、独特のワイン、はいはいはい、チョコレートみたいな、はいはいはい、みたいなコーヒーみたいな、この前ねコーラとかありましたねまあ言われてみりゃそうかなみたいな ね、 そうですね、はい、ありましたけど、まあそのねワイン会はちくらでやってるんですけども、たまにん違うな、年に1回やってるのかな、この前はブリスかなんかでやりましたね、バンド、あーやりましたね、なんか何でしたっけバンドの名前、アワビーズです。まあアワビとアワビですね、単純にとアワのビーズですか、なんか それは関係ないですか、全然俺そっちだと思ってたでしょアワのビーズじゃないでしょどう見ても、いやそこかけてんのかな国尾さんみたいな思ったんですけど、そう国尾さんが考えてるんで、ちょっと分かんないですね、はい、でそのまあアワビーズのまあねいろんなちくらのなんかオラガマなんだっけ音楽祭、オラガ町の音楽祭、オラガの音楽祭、あそうです、はい、でもこう出演されて、ちょもうなくなっちゃいましたけど、ね、そうだそうだはい、今のは聞かなかったことですよね。で担当はドラムです。確かになんかドラムっていう感じですよね、太鼓腹ですからねドラムでも一朝一夕にできないじゃないですか、まあ全部、うん、ギターもそうだと思うんですけども、ドラムはじゃあですか、このあの遊びたかった4年間の間にこういろいろこう拾ってきたんですか。違います、だからその高校の時に、はい、バレー部でトシさんと知り合って、はい、トシさんが当時 XJAPAN の、はいはいはい、というか、まあ、その当時は X っていうバンドでしたけど、はい、うんうん、でまあ、いる中でですね、当然その、ドラムやってた YOSHIKI さんとも仲良くさせていただいて、で、まあ、YOSHIKI さんがじゃちょっと見てあげるよみたいな、え本当に、うん、本当ですよ本当ですよマジっす、 YOSHIKI さん林 YOSHIKI さん、そうそう、に見ていただいた、見てあのいただいたら結構そのできるパッとできたんですよ、なんか普通になんか8ビート刻むのみたいなできたらできるねって言って彼ちょっとバカっぽい喋りするんですけど、できるねやってみんなって言って、僕のこれ叩いていいよとか言ってで、まあ、よく遊び行くようになったんですよ。おーすごいじゃないですか。そうです、そうです。えじゃあその8ビートは今までなんかそういうのなんかちょっと触ってきたっていうのはそんなになくて、そんなにないですね、いきなりやったらできたんですよ。それ素質じゃないですか。でもねドラム叩く人ってみんなそうみたいですね。あできない人は一生できないから、あできる人は結構さっとできるんですよね。リズム感の問題というかこう持ったっていうか、そうですね、まあ右と左と右手右足、右手左手全部違う動きが、足も違うんですか、全部違うのがなんかね、みんなあドラムできる人はできる、スッとできるって大体言いますね。できなくてできなくて苦労してやったっていう人聞いたことがないですね。ああ練習と努力の結果でできたというんじゃなくて、もう最初からこうできるかできないか、あ最初少しできないと右手左手右足ぐらいは違う動きができないと、うん、
多分一生できないですね、ドラムはね。だってあれって太鼓なん普通のセットだと太鼓が 1,2,3 5個ぐらい。そうですね、5個ぐらい。であのシンバルみたいなのがこう、そうですね、あって、そうですね、それを全部こう、うん、あれって楽譜ってあるんですか。すいません、あれあります、あります。ここでこれ叩くみたいな。あります、もちろんあります。全然見たことないですね。それを見てこうシンカーンド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 ンってやるわけですよね。僕あんまり見ないこれもまたこう見なくてもできる。いやコピー耳で聞いて。あ、確かにそうですね。大体こう、まあ、お祭りの太鼓とか笛もそうですけど、大体耳で聞いてそれをそのまま表現する感じですけど、それ練習はさすがにしますよね。その当時はしてましたよ、高校生の時は一生懸命、うん、当時バンドブームでしたんで、あの阿波高にもいっぱいバンドがあったんですよ。僕らの時代にもありましたね、うん、でもバンドブームで、で文化祭なんかでやるのに、はいはい、まあ、その当時は結構一生懸命勉強しましたよね、うん、最近は全くしませんねまあ本業じゃないですからね。そうですね。でもでき、まあ、練習しなくてもそういうことならコピーでできる、まあ、ある程度はできますよね、うん、まあ、上手にできてるかって言ったら微妙ですけど、まあそこそこ。練習、アワビーズ練習はどっかなんかスタジオかなんか借りて、いまだにブリスで。あ、ブリスやってるんですか。そうですね、まあ、月一遍ぐらいはやろうかみたいな風にしてやってますね、うん、はいはい、はい、すごいですね。ドラム、そうか、ドラムって大変ですよね。確かに右と左と足と違う動きですからね。全部違う動きですからね、一応ね。でどっかでリズム取ってないとリズム狂っちゃいますからね、うん、そうですね、うん、いやなんか多分あのバンドの中でギター、まあ当然ギターもベースもまあ大変だと思うんですけど、ドラムちょっと大変ですね。2本の腕と2本の足でやってるから一番楽だと思いますけどね。いやそう、これがねやっぱできる人はできるんですよね、うん、キーとか関係ないし音程外れないし。あ、まあ、そうですけどね。リズムだけある程度やってればそんなに失敗もないっていうか、うん、失敗するとえらい目立つみたいなそうですよね。あんまり失敗してんの見たことないけど、でも、うん、大変ですよね、はい、分かっちゃう。もし失敗したらすぐ誰でも分かる、誰でも分かる、はいはい、でも一番体力使いますよね。そんなことない。え、そんなに。だってギターとかベースの人はこうなんかこんな感じですけど、だって叩いて、あ、座ってますから、座ってますから座ってるからそんなにね、うん、あの動かなくていいと、うん、ギターとかほら重たいもんしょってるからよっぽど大変ですよ、うん、肩凝って辛そうですもん、まあ、肩凝って辛そう、肩凝って辛そう、うん、はい、そんなね、まあドラムもやってるぜっていうノブさんなんですけどね。最後に、いや最後にはしないな、あれですか、この、まあ、夏休みに入ってますけど、こうシーズン的にあれですかね、この南房総、まあ、ちくらの、まあ、この寿さん、まあ、独特のこの、お客様のお客層があると思うんですけど、どのタイミングがこうやっぱり混雑するとかありますか、やっぱ夏休みとか。そうですね、まあ、多分一番忙しいのは8月ですかね。最近はこの夏が、残暑がすごいじゃないですか。昔はお盆までっていうのが懐かしい時期だったけど、今はもう全くですね、9月の第1週、うん、第2週ぐらいまでガンガン泳げちゃったりするんで。そうか、泳げるか泳げないかの話。そうですね、あ、うん、だからその8月の終わりぐらいまで目いっぱい忙しいですね、おかげさまで、はい、あとそうですね、花のシーズンってどうなんですか。お花ももちろん1、2、3。そうですね、1、2、3、まあ、2、3ですかね、最近は、うんうんうん、1はそうでもなくなってきちゃって、はい、あとそうですね、ちくらというか、まあ、南房総で力入れてるある教育旅行的な、なんかだって時期によって修学旅行生がこうドゥワッとバスでグワッと来るんですか。そうすると皆さんこういろいろ泊まり配分というか、だって全部入らないと思うんでとかやってるんですかね。あの民宿さんは一クラスで、はい、40人ぐらいのクラスだとしたら、うん、男性女性男子女子分けて、ああでやるから。あ、そうか、分けるのか。みんな分宿なんですよね、だから民宿さんとかで、はいはい、まあだから20人ぐらい、うん、でまあ貸し切りにしなきゃいけないんですよ。まあそうそう、他のお客さんなんかいけないから、うん、あ、そうか、他のお客さん入れないとなると、まあ
受け口が広いとなんかちょっと大変、まあ、いろんな営業的な事情がね、まあ、あると思うんですけど、はい、そんな、ね、あの旅館のご主人であり、そうか、さっき名前ホームページの名前見たら湯宿なんつう寿司屋の湯宿、寿司屋の湯宿、まあ寿司屋は分かるんですけど、湯宿ってことはなんか温泉いいよ、温泉じゃないんですけど、うちは高専なんですよね、まあ、いろんな事情があって、はい、うん、でもすごくぬるぬるした、うん、まあ、茶色ないいお湯ですよ。あ、こう美肌なんていうのかな。そうですね、はい、なんかよくあの化粧水みたいだってお女性に言われますね。自分は化粧水使ったことないから化粧水がどんなもんなのか分かんないけど、まあ、すごくぬるっとした感じで、うん、保湿効果が高いというふうに、うん、言われますね。なるほど、はい、寿司屋の湯宿、湯宿、はい、そうですね、はい、なんか今検索したら、お、湯もあるんだなと思ってね。そうですよ、はい、はい、そんな、寿司屋の湯宿ギニソコトブキさんについては、ホームページでね、すごくこうお料理とか、まあ、綺麗な、わかりやすい、お金かかってるなと思うんですけどね。お金かかってますよね、相当相当お金がかかってるというね、ホームページ皆さん、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします、はい、最後に、のぶさんにとって銀鱗荘ことぶき一言で何でしょう。私にとって銀鱗荘ことぶきとは簡単になっちゃいますけどね、なりわい。いいですね、ダイレクト、生活の糧とかね、なりわい、生きる術、はい、まあね、そんなあの反応と思いきや、まあ、あの女なりわい、まあ、やっぱりね生涯、をそれで、生きていくぞと、それというかこのね仕事で生きていけるぞと言いますけど、まあそうですね、そうするとこの、こちら切って、25年ですね、はい、はい、そんなねこうキャラが、あ、まあ、あの板場に立つとちょっと人が変わるみたいですけども、とてもこう、話しやすいご主人でございますので、ぜひ皆さん銀鱗荘ことぶきよろしくお願いしたいと思います。はい、本日のゲスト、銀鱗荘ことぶきの清宮信秀さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。おしゃべりはもうおしまい。はい、そろそろお別れの時間が近づいてきておりますが、どうしようか、まあ55分経ちました、放送してこんなんでよかったのかな反省してますいや、なんかいろんなブラックなネタもありましたけどね、まあいろんな、お、結構深いところまで、さすがね、あの包丁式の話もそうですけども、まあバンドマンとしての話もそうでしたけど、やっぱりね幅広い、あのいろんなことやってるなと思いましたけど、来週の予告ですけどね、来週はね、世の中お盆に近づいてますので、ちょっと溜めて収録していきたいなと思っているんですけども、詳しくは番組の Facebook ページで告知いたしますのでお楽しみに。ミナリボスオンラインパーソナリティのシラピーでした。はい、最後は、鴨川市の王国の反応反アーティスト八重さんの共に歩こうでお返しします。ミナリボスオンライン、また来週、 See you。小さなその手を伸ばしてごらん、暖かな愛に包まれて生まれた。Ooh.
Keep